どうも皆さんこんにちは、小林明です。なんとなく緊急事態宣言というのも最近解除されてほっとしてるようなのんびりしてるようなそういう状況になってきてますけども、油断は禁物なんでしょうね。やっぱりね、僕ら声を使う仕事だからやっぱりうがいというのはとっても大事なんで、気をつけてます。で、例えば手洗いもゆっくり30秒ぐらいかけて洗うのはいいんだそうですよ。そんなのはゆっくりやってらんねえよという人もいるかもしれないけれども、ちょっとこんな風に鼻歌でも歌いながらおやりになったらどうなんでしょうかね。僕は自分の歌で冬季昭和論ってのがあるんですけど、それをこう歌いながらなんとなく30秒手を洗うという風にしてますんで、ちょっとやってみましょうか。あれ、元気でいるかい、かんわりはないか、冬季昭和の眩しい時代なんていう感じの歌を歌いながら気持ちよく洗ってると綺麗になるんじゃないんですかね。手洗いは正しい洗い方で30秒洗うのが一番だと、まあ今日の一言っぽく言うならば、綺麗に洗いましょう。ごきげんよう。